は午後10時半です。雷を伴う強い雨が降ってきました。強い台風10号の影響で県内では昨夜から激しい雨が降っています。午後4時までの24時間雨量は掛川市で 189.5 ミリ、浜松市三ヶ日で169ミリなどを観測しています。午前9時前です。東名高速浜松方向に走っています。雨粒がだんだん大きくなってきました。フロントガラスに激しく打ち付けています。気象庁は今日の午前中、県内に線状降水帯が発生する可能性があると発表し、警戒を呼びかけました。結局線状降水帯は発生しませんでしたが、県西部を中心に大雨となりました。県内では警戒レベル4にあたる土砂災害警戒情報が浜松市南部、浜松市北部、静岡市南部、湖西市、掛川市、袋井市、藤枝市に発表されています。雨は強弱を繰り返しながら断続的に降っています。三ヶ日町を流れる川は濁流となっています。河川の水位が上昇し、氾濫の危険があることなどから各地で避難指示も出されています。浜松市でおよそ4万世帯のほか、掛川市、湖西市、静岡市にも避難指示が出ています。そうですね、これが続いちゃうと怖いですね。台風がどうなるのかですね。山が多いんでね、土砂崩れとか怖いですよね。向こうが降ってなくてこっち来たら、もう豊川ら辺からもう豪雨になってて、だいぶびっくりしてます。三日目も今日これ避難指示が出るぐらいな感じなんですけど、これ今どういうこの降り方っていうのは、向こうじゃちょっと考えられないぐらい降ってきてますね。ちょっと早めに戻らないとまた高速止まるんじゃないかなと思って。連日の大雨の影響で浜松市天竜区ではおとといの夜に土砂崩れが発生。民家のすぐ目の前にある土砂が大きく崩れています。土砂崩れに倉庫が巻き込まれ、電信柱も大きく傾いています。浜松市によりますと、崩れた土砂は幅40メートル、高さ30メートルほどで、倉庫一棟が巻き込まれましたが、けが人や民家への被害は確認されていないということです。現場は土砂災害特別警戒区域に指定されていて、市は周辺の4世帯7人を対象に避難指示を出し、応急対策を進めています。怖くてね、主人も今仕事行ってます。一人きりで今どうしようと思ってるぐらい。なんか避難すぐできるように準備とかってのも一応やってます。衣類を持ったりとか、あと必要品を持ったり、飲み物から食べ物、おにぎり作ったりして今やってる最中。交通機関にも影響が出ました。午前9時半の JR 静岡駅です。新幹線の運転は再開しましたが、大幅に遅れているところもあり、改札前大変混雑しています。東海道新幹線は浜松駅と豊橋駅の間の雨量が規制値に達したため、午前8時から午後9時過ぎまで1時間余りの間運転を見合わせました。ちょっと出かけるつもりだったんですけれども、予定通り帰ってこれるかわからないので、今全部払い戻ししてもう帰ろうかと思ってます。ちょっと本当は1本というかもうちょい後だったんですけど、遅れてるっていうんで来たやつに乗ってこうかなって感じですね。とりあえずホーム行けたら行って、はい、来たやつに飛び乗るって感じで、はい、午後からは県中部でも雨が強くなってきました。午後2時の静岡市清水区です。大粒の雨がフロントガラスを叩きつけています。台風接近を控えての連日の大雨、市民からも心配の声が聞かれました。土砂崩れだったりだとか川の氾濫とかが、まあ去年とかもあったと思うんで、まあそういったことが今年は起きないといいなっていうところですかね。まあちょっとできればそろそろ良くなってほしいなっていう感じですね。結構雨が強かったら電車がすぐ止まっちゃうので、そういう公共交通機関の乱れっていうのはちょっと気になるかなと思います。なんか学校のサークルの予定があるので、それに影響なければいいなと思ってます。
台風は金曜日以降に静岡県に接近するとみられ、大気の不安定な状態は続く見込みです。